こんにちは、ミニマリステミニアンタートイプードルのジャスミンです。本日はですね、私の家計簿公開ということで2022年4月の家計簿を公開していきたいと思います。4月はですね、旅行をたくさんした月ですので、お金が結構かかったのかなと思ったんですが、節約できたので、その方法についてや旅行の思い出についても紹介したいと思います。まずお礼なんですが、4月もですね、交流会させていただきました。4月はですね、東京で午前午後の2回と大阪で1回させていただきました。初めての大阪開催ですごく緊張していたんですけれども、普段東京で交流会に来てくださっている方が大阪にもわざわざ来てくれたので、いろいろ手伝ってもらうこととかができて、私一人じゃねできなかった部分とかもフォローしていただいてすごく嬉しかったです。また大阪の皆さんにもお会いして、大阪の人はですね、副業についてのね質問とかが多くて、稼ぐ力を鍛えたいっていう人がたくさんいて楽しかったです。これからもですね、機会があればいろんなところで交流会を開催していきたいと思います。皆さんありがとうございました。本日はですね、家計簿のお話です。皆さん家計簿つけてますか？交流会でも家計簿つけるようになって、年間100万以上貯蓄ができるようになりました。これからいろんなことにチャレンジできます。借金も完済できましたって方がねたくさんいらっしゃいましたので、ぜひ私の家計簿を参考にしていただいて、皆さんも家計簿つけていただければと思います。このチャンネルではミニマリストで節約が趣味の私が、皆さんの生活がちょこっと幸せになるようなテクニックを紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をして見ていただけると嬉しいです。またいつもコメントをくださる皆様、本当にありがとうございます。皆さんのコメントが次の動画を作る糧になっています。本日は家計簿の話ですので、家計簿つけてるよとか、こんなアプリを使ってつけているよとか、つけ方のコツなどがあればぜひコメント欄に教えていただけると、まだつけていない方の後押しにもなりますので、ぜひお願いいたします。また最近私は月に1回交流会をやっています。そちらはですね、視聴者の皆さんが集まってお菓子を食べながら楽しくお話をするっていう会になっております。皆さんね、一人で来られますし、年齢は20代から60代まで幅広くいらっしゃいます。なのでですね、お気軽に来ていただければと思います。こちらはですね、 YouTube のコミュニティ欄で募集を開始しています。いつも月末に開催で、月初に募集を開始しておりますので、 YouTube のチャンネル登録をして、横に出てくるベルマークをオンにしておくと、私がコミュニティ欄に交流会に案内を出した時に通知が行きますので、ぜひそちらからお申し込みください。だいたいですね、数日から1週間で前になってしまいますので、お早めにお申し込みください。それでは早速本題行ってみましょう。はい、というわけで本日は家計簿についてですね、お話ししていきたいと思います。私はですね、離婚して家を出て貯金ゼロからスタートしたんですよね。で、初年度はですね、あんまり節約もできなかったんですけど、貯金ゼロから2年目にいろいろ節約を始めて、2016年からは家計簿をつけ始めました。それによって初年度100万円以上節約できたんですよね。今ではですね、ちゃんと貯金もできて、転職や副業でお金稼げるようになったんですけど、今でも毎日家計簿をつけ続けています。なので今回は2022年と2017年の4月の家計簿を比較していきたいと思います。ちなみに私が使っている家計簿アプリは支出管理というものを使っています。アプリはですね、他の無料のものでもいいと思います。家計管理がしやすいものにしてください。で、こういう機能があるといいよっていうのは別の動画で家計簿の付け方について解説していますので、そちらを見てみてください。それでは早速ですが、こちらが2022年4月と2017年4月の家計簿の比較になっています。細かく見ていきますね。まず一番大きいのが家賃ですよね。家賃はですね、2017年の時は新築の 1K に住んでいました。そこがですね、鉄筋コンクリートでかなり綺麗なところで、ジャスミンもずっといるのでベッド化だったので結構高くて10万5000円でした。でもこれもですね、東京のワンルーム 1K の家賃相場としては普通になっていますね。だいたい10万円超えのところが多いです。 7.2 畳でしたね。あー、ジャスミンがめっちゃペロペロしてくるね。ジャスミン一緒に住んでたよね。呼ぶとペロペロしてきますね。で、今はですね、6万2000円のところに住んでいます。これはですね、地域的には同じ東京なのでそんなに変わらないんですけど、築年数が30年以上の古いところに変わりました。そちらの詳細についてはルームツアーの動画を出していますので、ぜひそちらも見ていただければと思います。で、やっぱ築年数がね古いとかなり安くなるんだなっていうのが分かりました。部屋の広さは6畳なのでそんなにね変わらないですね。水回りとかキッチンとかやっぱ古い感じにはなりましたが、これだけ4万円以上ですね節約できるとかなりのインパクトがありますので、私は古くてボロいところでも引っ越してよかったなと思います。
とは水道光熱費、通信費ですね。こちらについてはほとんど昔と変わらないですね。2017年は au から UQ モバイルに変えました。当時格安SIMっていうのが出てきていたので、私ももっと節約したいなと思って変えました。最初はですね、2016年の最初の方はソフトバンクだったんですけど、年の途中に au に変えて、翌年には UQ モバイルに変えたという形になっています。こういう風に少しずつ成長していったんですね。で、UQ モバイルにすることによって2500円ぐらいになってるので、すごく節約になってよかったなと思います。現在は楽天モバイルを使っていて2225円でしたが、金額としてはそんなに変わらないですが、 UQ モバイルの時に比べてですね、楽天アンリミットはですね、ギガの制限がないので安心して使えるなっていうところがあります。自宅の通信費の方なんですけど、以前はですね、ケーブルテレビのインターネットに接続していたんですね。これはその住んでるご家庭でよくですね、ここの会社使ってくださいみたいなの来るじゃないですか。それを使っていたと。で、結構高かったですね。で、ケーブルテレビはね、見たことないので、ほんとだらったし、速度が遅かったなと。で、今はですね、楽天光に変えました。楽天県財源の住人なので。で、そうしたところですね、楽天モバイルユーザーだと、1年間楽天光が無料になるっていうキャンペーンがあるんですね。現在もやってると思います。で、そちらがですね、ついに4月からですね、終了してしまったということで、1年間ですね、楽天光を使い終わりましたよということで、今月から5610円の光のお金がかかっています。この部分がですね、前の月3月とかに比べると追加になっているので、これからちょっと圧迫する部分ですよね。固定費が増えるとですね、やっぱりお金が貯まりづらいので、ここを今後どうしようかなっていうふうに思っています。で、続いて毎月かかるお金ですけれども、2017年は 58,075 円もかかっていました。今年は 26,656 円という形で3万円ほど節約できています。で、過去の履歴を見ると、2017年は6回も晩ご飯を人と一緒に食べに行っていました。だいたい1回 5,000 円ぐらいかかってしまいますね。で、今年はですね、1回だけになっていたので結構安くなっていましたね。今ですね、私自炊を始めたんですよね。自炊といってもですね、冷蔵庫がないし、キッチン用品もないんですね。これまではずっと外食でした。で、節約のために自炊にしたっていうのと、外食結構飽きてしまったので自炊にしたという理由があります。で、これによってですね、非常に節約できるようになりました。ポイントとしては、節約鍋を食べているんですね。私はですね、鍋が結構好きなので、冬場から4月ぐらいはだいたい鍋でこれまでやってくる年もあったんですね。なので、それを復活させたと。でも、たくさん昔は作って冷凍してたんですけど、今は冷蔵庫がないので、一人用の小さい鍋を一食分のカット野菜を買って、お肉と合わせて寄せ鍋とかにして食べるという風にしています。今年は結構ですね、寄せ鍋が自分の中でヒットしていたので、いつも寄せ鍋のタレを使ってました。あとはですね、ふるさと納税でもつ鍋のですね、常温で保存できるものがあるんですよね。すごいもつ鍋好きなので、そちらもですね、10食セットとかをですね、頼んで使っていました。そういう場合はですね、野菜だけ買えばいいので、1食100円で済むっていう風になっていました。カット野菜がね、だいたい100円なので、なので大幅に節約できました。なので、自炊することによって、ふるさと納税で鍋をする場合は1食100円、ふるさと納税のもつ鍋以外、もつ鍋毎日食べてたらもう油っぽくてお腹おかしくなっちゃうので、それ以外の日で寄せ鍋自分でやる場合は、買った野菜とお肉と寄せ鍋の素を買って、300円から500円ぐらいっていう形で済むようになっていました。お肉の値段によって調整って感じですね。しかもですね、だいたい早朝とかに買い物に行ってですね、ヨガが週3であるので朝7時なんですよ。で、その帰りに行って、なんか昨日の残りとかで割引のシールが付いてるやつ買って帰っていたので、結構ですね、具沢山で買っても安く買えました。まあ、東京ですね、結構業務スーパー、 OK ストア、肉のハナマサ、100円ローソンなど、安い生鮮食品のお店がたくさんあるんですよね、そういったスーパーが。なので、そういう安いスーパーの近くに住むとですね、このように節約できるんじゃないかなというふうに思います。以前もですね、昔は私業務スーパーの近くに住んでいたので、そこでですね、大量買いしていたので、1食200円ぐらいで自炊の時は済むようにしていました。続いて洗濯はですね、今は洗濯機がないんですね。以前はですね、洗濯機持っていたんですけど、壊れてしまったのをきっかけにですね、近所にコインランドリーがあるので、そちら使っています。なので、今は別途かかるようになっています。美容院代はですね、私すごく縮毛なんですね。すごく縮れ毛みたいになってるんです。なので、今こういう風に伸びているのは縮毛矯正のおかげだよということで、2017年は縮毛矯正代がかかっています。 14,810 円って形で、これ高いですよね。くせ毛、縮毛の方にとってはとても痛手ですよね。で、今年はかかっていないんですけど、今年もですね、以前は行ったんですが、6,900円
円という形で行くときはかかっています。これはですね、ご使用したことによって近所に安い美容院がありましたのでそちら使っています。なのでですね、美容院もですね、安いところだと結構宿毛矯正1万円かかんないでできるので、まあ、そういうところを探してみるといいんじゃないかなとは思います。まあ、今住んでるところ結構都心なので美容院の激戦区なのでそういうのがあってよかったなと思ってます。結構ですね、地方の方だと逆にね、そういう競争がないので高くなりがちっていうのは聞いたりします。で、続いて交通費ですね。こちらはですね、旅費交通費という形で今回からは計上するようにしています。以前はですね、単純に交通費が7200円かかっていました。これ多分1回くらいタクシー乗ってるから高くなってるんですね。で、今年はですね、64,090 円という形で、これは旅行代金の部分とあと交通費の部分が入っています。旅費交通費ですね。今回はですね、すごく4月旅行に行きまして、まずですね、上旬にですね、那須塩原の方まで行ってキャンプに行きました。桜が結構咲いていた季節ですね。なのでキャンプした後にですね、さらに牧場に行ってたくさんですね、桜を見てきたっていうのですごく綺麗でした。千本松牧場っていうところに行ったんですけど、桜がですね、こう何百メートルも並木道で続いていて、ちょうど散り際だったのですごくね、桜吹雪も舞ってて綺麗でした。しかも牧場の入場料がですね、無料なんですよね。ですので私なんかふれあい動物園みたいなところに入って200円も払ったのと、その餌代で100円払っただけで、あとはソフトクリーム代ぐらいしか払ってなくて、なんかすごく安くてめちゃくちゃ楽しめたので、もしですね、今後那須塩原の方に遊びに行く方はですね、千本松牧場すごく素敵な場所なので、しかも安いのでぜひ行ってみてください。私もまた春の季節になったら絶対行こうと思ってます。あとはですね、4月の末からですね、大阪の方に行きました。大阪まで行った理由としてはですね、私が所属しているリベシティですね、リベラルアーツ大学というチャンネルで両学長がやってるオンラインサロンのリベシティですね、そちらに入っておりまして、こちらで大きなイベントがありました。インテックス大阪っていう東京でいうところの東京ビッグサイトみたいなところを借りてですね、オンラインサロンに入ってる人たちがここで催し物をするっていう、そういうものがありました。私もですね、 YouTuber 部っていうところに所属していてですね、 YouTuber 部のお友達とですね、一緒にブースを出しました。で、そこで YouTube やってる人がどんどん集まっていろいろ相談してくれました。で、他にもですね、いろんな副業とかのブースがあったり、ハンドメイドのグッズ作ってる方が売られてたりとかっていうのがありました。こちら2日間開催されておりましたので、大阪に滞在しました。で、大阪に滞在する時もですね、普通にホテル取ると高くなってしまいますので、私はですね、大体ですね、みんなで行く時の旅行にですね乗っかるんですけど、 Airbnb とかで安いやつに行くんですよね。今回は本当に安くしようということで、ドミトリーをですね100人ぐらいですね借りたんですよね。なので、まあ、全国からこう100人ぐらい集まってですね、ドミトリーの施設を借りましたので、私もそちらに参加しました。これで3泊で1万円でしたね。すごく安く済みました。ご飯とかはついていなかったんですけど、ご飯はですね、フェスのところでも食べましたし、いろんなところで皆さんとまた、みんなね、結構お金を使わない人たちが多いので、大阪に行ってでもレンタルスペースを借りてきて、そこにたこ焼きとか、お好み焼きとかを持ち込んで宴会をするみたいなことをやっていました。なので、非常に安く済みましたね。そういう感じで飲食店で飲み食いするとですね、お酒飲む人が多いとですね、とても高くなってしまうんですけども、私の場合はですね、そういうのお金の勉強する人たちと一緒に行ってますので、結構安くですね、済んだっていうのがありました。大体ですね、ランチ1000円ぐらいで、夜も2000円かかるかかかないかぐらいっていう感じで済みました。という感じだったので、大阪ではそんなにお金かからなかったですね。で、その後、そのまんまですね、現地の人たちと一緒に京都旅行に行きました。これも事前にですね、打ち合わせをしていたので、Airbnb で安い宿を取ってもらっておりましたので、すごく安く行けましたね。その分今度はですね、高級な超懐石をですね、食べました。こちら6000円以上した懐石でですね、すごく美味しかったです。京都ですね、何年かぶりに行ったんですけど、すごく楽しかったです。ゴールデンウィークの京都ということで人が多かったですけど、半分は平日に行ったので結構スルスル回りました。私ずっと行きたかったのが伏見稲荷に行きたかったんですよね。鳥居がたくさんあるとこなんですけど、こんな感じでですね、鳥居が1000本ぐらいあるんですけど、その中をこうずっとくぐっていくっていうのがすごく楽しかったです。山の上の方にある神社でですね、すごく幻想的な空間が楽しめました。というわけでですね、なんと4月はですね、4月と5月合わせてなんですけども、那須塩原に行ったのと、大阪に行ったのと、京都観光という形で、4月5月の3つも旅行ができてしまいました。お金はですね、5月に払った分、4月に払った分で分けていまして、現状ですね、4月にかかった分というので、64,090 円計上しています。これはですね、京都の分は事前に予約していた
宿泊先とご飯の分だけで、それ以外の分は5月にかかってると。で、那須塩原と大阪の分は全部これに含まれています。なので、まあ 2.5 回分ぐらいで6万4000円だったということで、まあ、たくさん行ったのでね、お金かかりました。今後もですね、なんか団体で行く機会があれば Airbnb でやっぱ安く行けるので、そういうのには参加していきたいなと思います。続いてですね、運動でかかってるのは、現在私ヨガに通っていますので、そのヨガでかかったお金です。続いて医療費はですね、2017年は保険適用じゃない状態でピルをたくさん買ってたんですね。多分半年分とか買っていたので、結構お金がかかっていたと。で、今はですね、ピルも飲んでいるんですけども、保険適用で飲んでいます。なんかピルってもう何年も10年以上飲んでるんですけど、昔ずっと保険適用外でもらってたんですけど、全然保険適用でもらえてましたね。その避妊の目的とかじゃなくて、私月経困難症なんですよね。ちゃんとピル飲まないと月経が来ないみたいな。で、体調がこう悪くなって倒れちゃうっていう感じですし、来たら来たでもう体調が悪くて会社とか絶対行けないですね。そもそもベッドから起きれないみたいになってしまうので、非常に状態が悪いと。で、 PMS もあるので、イライラも爆発して暴れるみたいな最悪な状態なんですけど、まあ、そういう状態なので保険適用で今もらえています。もう10年くらい気づかなかったから、気づけてよかったです。会社の後輩に教えていただいて、すごく良かったなという思ってます。で、他にもですね、今はですね、今年歯の矯正もやってるので、それのチューニングするのに毎月5800円かかっています。あとは皮膚科ですね。皮膚科で前にイボがあったんで取って、ついでに今シミが結構出てきてるので、加齢に伴うシミですね。私も今年36歳なので、なのでそのシミ用に今ですね、飲み薬をもらっています。あと、そうだ、イボがですね、結構今シミがですね、イボ化してるっていう風に言われて、ちょっと確かにポツポツしてるんですよね。ふっくらしてるというか。なので薬飲んでくださいっていうので、なのでなんか抑胃人っていうのを飲んでますね。はい、そういったものを飲んでいます。あとはジンマシンになったんですよね。その何かなと思ったんですけど、4月がとにかく体が毎日どっかしらすごく痒くて、かきむしっちゃって、ついにはですね、夜痒くて寝れないみたいなことが起こって、シミのやつと一緒に皮膚科に行った時にいろいろ相談したら、どうやらですね、花粉症がもう4月って杉が終わってヒノキじゃないですか。私ヒノキはですね、多少は辛いんですけど、割と我慢できるとか、あんま気にならないんですよね。杉ほどじゃないので。なので薬をですね、飲んでなかったんですよね。なので薬も切れてて、花粉症の薬飲んでなかったら、体の方に今度出てきて、もうあちこち痒くなっちゃってたっていうことを見たいですね。それを皮膚科の先生といろいろ話してですね、花粉症の薬もうちょっと続けた方があなたいいわよって言われて、飲んだらですね、すぐ止まりました。それまで毎日痒くてですね、もうほんと辛くて寝れないっていう風に思ってて、すごいかきむしっちゃってたんですけど、全然大丈夫になりました。なので花粉症、私結構辛いんですね。重度なんですよね。杉で結構目がやられるのと、どうやらヒノキで体のアレルギーが今回は出たようです。鼻の方はですね、正直そこまでではないんですけど、そちらはですね、フラクトオリゴ糖が効くよっていうのをネットでね、いろいろ調べまして、今はそちらイヌリンの方からですね、摂取してるんですよ。イヌリンっていうのは体内に取り込むとフラクトオリゴ糖になる成分なんですけど、水溶性食物繊維ですね。こちらも私の楽天ルームにあるので、私が基本買ってるものを楽天ルームに載せてるので見ていただければと思うんですけど、そちらのおかげで鼻はねそんなに大丈夫なんですけど、体のアレルギーっていうのがなんかね、ヒノキで出てしまいました。で、それでまたお金かかりましたね。あとはなんか胃腸炎がですね、まだ微妙に残っていたので、これからゴールデンウィークで旅行があるっていうので、お腹が途中で痛くなったら移動中だと困ってしまいますので、その胃腸炎の薬もらったりっていうので、内科の方にも行ってお金結構かかりましたね。あと犬の食費はですね、2017年はかかってますけど、現在はですね、もうふるさと納税でジャスミンのご飯買うようになりました。ジャスミン魚が好きなので、お魚っていうドッグフードをですね、ふるさと納税で頼んでいます。なので今ゼロですね。犬の美容費は以前はトリミング代9000円かかってたんですけど、今ですね、安いところ見つけたんですよね。なので4500円で済んでいます。トリミング代半分になってるので、すごくお得ですよね。結構ですね、トリミング代毎月1万円かかってる人多いと思うんですけど、犬がいる場合ですね、トリミング代激安とか調べると、他のトリミングショップ見つかって安いところ見つかるかもしれません。うちの近くたまたまあったんでよかったんですけど、そういうのないか探してみてください。あとは犬の医療費ですね。これは2017年は4月に狂犬病とフィラリアの検査予防薬の処方、あとは歯石の取るっていうのがやっていたので、4月の方に2万円ぐらい乗っかってます。で、今年はですね、3月にそれを終わらせたので、先月の方に乗ってましたね。今月はゼロと。あと犬の保険ですね。これ2017年は入ってたんですけど、今は入っていません。で、犬の保険は必要ですかってこう聞かれることとかね、あるんですけども、赤ちゃんのうちは掛け金が安いのと、結構ですね、誤飲がうちの子多かったので、誤飲してたりとか、いろいろね怪我しちゃったりとかがあるので、まあ、2歳ぐらいまでは保険入っててもいいかなとは思うんですけども、結構犬の保険高いので、2歳以上になるとですね、10歳過ぎまでそんなにね病気とかあんましませんので、保険はやめちゃってもいいかなと私は思っています。人間の保険などに比べるとかなり割高ですので、赤ちゃんの時だけでいいかなと思います。年取ってやっぱり病気するのでお金かかるんですけど、その分はですね、かかった分だけ自分のお金で払えばいいかなと思います。それぐらいですね、ちょっと犬の保険高いので、年取ってからは入れないし、年取ってない間は病気にならないので、ちょっと
微妙かなと思ってます。で今はやめてますね。ジャスミンもですね11歳になりまして、これからね病気とか増えていくかなとは思うんですが、まあ、それは自分の貯金の方で出せばいいかなと思います。まあ、現状だとなんか肝臓のね数値が悪くなってきてますので、そのお薬代が月数千円かかっているっていうのが買う時にお金として計上されています。でもそれもですね数千円だとまあ保険代よりは全然安いですね。であとはサブスクですね。サブスクは2017年は何も入ってませんでした。今年はですね4779円となっていて、これは内訳としては YouTube プレミアムとさっき言ったリベシティですね、あとは Amazon のオーディオブックオーディブルですねに入っています。で4月に追加したのが Kindle Unlimited にも入りました。理由としてはですね、いらない保険っていうですね本を読みたかったんですけど、オーディオブックにはなかったので本だけだったのでこちらのために入りました。 Kindle Unlimited が私が見た時は99円になってたんですよね。2ヶ月99円っていうキャンペーンがやってました。なのでですね本を紙で買うよりは安いので Kindle Unlimited の方に入って読んでるっていう感じですね。なので保険についてね結構質問されること多いんですけど、保険私の動画見て気になってる方もいらっしゃると思うんですね。基本私があんまり保険いらないよって言ってるから。でもっと知りたいよって方はですね Kindle Unlimited 安い時に入ってこのいらない保険っていうのを読むと保険についてみっちり書いてありますので、でも結構ね分かりやすいですよ。読みやすいのでおすすめです。はい、続いてそれ以外のその他のお金ですね。スマホの解約っていうのがですね2017年は関わっていました。これはですね au から UQ に変えてですね、スマホのキャリアのこう解約の方ですね、でいろいろお金が関わってっていうのがあったんだと思います。まあだいたいこう今やめると3万円ぐらいかかるからみたいなのがよくねありますよね。ただですねこれ実際お金かかったから計上はしてるんですけど、その時ですねお金がかかっちゃうからみたいなの UQ の人に言ったらですね、その人店長さんで、あじゃあなんかそれはこっちでキャッシュバックしますって言われて、この金額全部キャッシュバックしてもらってました。後でねなんか調べたら、そういった携帯電話の店舗って店長の人が権限でなんか店長権限で1万円とか3万円とかっていうのをキャッシュバック調整で営業のためにできるっていうのがあるそうです。まあ今はどうかわかんないんですけど、当時はそういうのがあったので、私はこれはまあ書いてはいますがキャッシュバックしていただきました。あとは服飾代が 39,189円もかかっていますね。洋服たくさん買っていました。でもこの当時買ってた服ってもう1着もないんですよね。まあ5年経っているのでそうかもしれないですけど、多分ねその年のうちにもう捨てちゃってるんじゃないかなと思います。やっぱりですねおしゃれをしたかったから、もう毎年ね新しい服を買ってっていう風にしてました。で買ったブランドがですね恋愛計画っていうブランドで買ってたっていう風に書いてあったんですよね。今調べたら2020年にブランドが終了っていう風になってますね。当時可愛くて結構安かったんですよね。なのでここでねたくさん買い物してました。で今はですねもう残っていませんし、ブランドももう残っていません。であと買っていたのはまあ日用品ですね。今年の方が日用品が 14,681 円と多いんですけども、これはですね旅行に持っていくそのコンタクトケースとかそういうのを買っていましたし、あとコンタクト自体はですねなくなったので買ってました。今ですねこっち側はです、ね、PRK っていうレーシックみたいな手術をしてみたんですけど、片方だけやりました。ですがあんまりね見え方が良くなくて、こっちはまだコンタクトなんですけど、その目の手術やったんですけど文字がねもうすごいぼやけて見えるんですよね。なのでちょっと反対側やるのはちょっと難しいかなと今思ってるんですけど、時間が経てももう少し見えてくるんだったらまあやってもいいかなと思ってます。なんかこういうレーシックとかICLとか難しいですよね。 ICL の方がいいかなと思ったんですけど、父親がですねその手術今度はそっちはそっちで失敗してるんですよね。なんか見え方がすごくビヨーンって伸びちゃったみたいな。なのでなんか、ね、あんまり目がね良くない家系なのかもしれません。こっち側のコンタクトがなくなったので買ったっていう話でした。はい、というわけで合計しますと2017年は34,416円と、2022年は21,7076円という形になりました。2022年は那須塩原とあとは大阪と京都という形で旅行をたくさんしたんですけど、その割にまあ20万ちょっとで収まったってところは私良かったかなっていうふうに思います。まあ、もうちょっと減らしたいなっていうのは医療費の部分ですかね。医療費毎月1万以上かかってたら嫌なので、まあ、どうしても歯の矯正でかかっちゃうんですけど、皮膚科の方はトラブルがなくなったらなしでしたのと、もう花粉症はですねさすがにそろそろ大丈夫だと思いますので、それでジンマシンが出なくなればいいなっていうのと、あとは胃腸炎の方もだんだん治ってきたので、まあそれで医療費が安くなってくるとだいぶ楽になるかなと思ってます。他にはやっぱりこれまでと比べてですね格安趣味に移したっていうので2017年安くなっていたなっていうのがあります。それまで au でしたからね。なのでまあこういう風に固定費削っていくのがまず大事ですよね。固定費というと、その私の前は楽天光の無料期間が終わっちゃったのでこれからどうしようかなっていうところです。これ視聴者さんでもですね質問いただ
いたことあるんですけど、私が考えてる作戦としてはですね、よくモッピーとかでですね、すごくキャッシュバックが多い光回線の案件があるんですよね。以前 au 光でね、16万円近くね、キャッシュバックがあるやつがあったんですよ。いろんなポイントを合わせるとっていう計算なので、現金でもらえるわけではないんですけど、なのでそういうのをね、ちょっと狙って検討しようかなと思ってます。今言ったモッピーっていうのは別の動画で出してるんですけど、ポイ活のサービスですね。特にですね、光回線ポイ活の案件が多いので、光回線変えようかな、どうしようかなって迷われてる方はモッピーやハピタスをご利用ください。そちらはですね、ポイ活といってですね、そこのサイトからサービスを契約すると、後で楽天とか D ポイントとかに変えられるポイントを付与されるっていうものになっていますね。これで月5万円ぐらいお小遣い稼ぎできるので、私も未だにね続けていますので、ポイ活はねすごく楽しくてお金にもなるし、こういう風に必要があって変える時も絶対ポイ活のサイト使った方がいいので、使っていただければと思います。そちらはですね、概要欄に詳細載せておりますので、ここでは割愛しますので概要欄の方を見てください。他にもですね、皆さんの方からこの回線いいよとかあったら、ぜひコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。ただ光回線はですね、固定費は似たり寄ったりなので、結局キャッシュバックの金額によっちゃうのかなっていう、私は今思ってますが、もし違うよっていうのがあれば教えてください。あとはですね、やっぱり食費がですね、自炊でかなり節約できたし、基本的に野菜と鶏もも肉しか食べていないので、めちゃめちゃですね、健康的になったかなっていうふうには思いますね。はい、というわけで2017年4月と2020年4月の家計簿の比較でした。いかがでしたでしょうか。旅行もたくさんしたけど、20万円ぐらいで済んだってところは良かったかなと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。これからもですね、私の毎月の家計簿を上げていきますので、たくさん使っちゃった時はなんでそんな使ったのか、節約できた時は何だったのか、どういうところが改善点なのかっていうのを話していきますので、ぜひチャンネル登録して毎月分見ていただければと思います。最後にお知らせです。私は普段、老後2000万円問題の解決や、ファイヤー経済的自立早期リタイアのために、積み立てニーサやイデコを活用したインデックス投資をおすすめしています。インデックス投資をこれから始めるなら、SBI 証券が今一番お得になっています。SBI 証券にはなんとメリットが7個もあります。1個目は、信託報酬最安値の SBI V シリーズを購入することができます。2つ目は、クレジットカードの積み立てで毎月 0.5 から 1% ポイントをもらうことができます。3つ目は、投信マイレージにより投信託を持ってるだけで毎月ポイントがもらえます。4つ目は、住信 SBI ネット銀行を利用することで預金を自動スイープできることができ、簡単に買い付けができます。5つ目は、簡単積み立てアプリを利用することでスマホから簡単に積み立て設定ができます。3つ目は、ポイントで投資ができてしまう点です。7個目は、他の証券会社からの移管手数料が無料となっています。このようにメリットがたくさんありますので、これからインデックス投資を始めようという方は SBI 証券をおすすめします。概要欄に URL が記載されていますので、ぜひそちらから始めてみてください。また普段私は楽天証券を利用しております。楽天証券のメリットは3つあります。1つ目は、画面が分かりやすくて初心者向けという点です。2つ目は、スーパーポイントアッププログラムというもので、楽天市場でのお買い物が 0.5% 常にアップするという点です。3つ目は、楽天経済圏を使われている方にはやはり楽天証券がおすすめという点です。楽天証券も概要欄に口座開設 URL を載せておきますので、ぜひそちらから開設してみてください。インデックス投資を行うなら、このように SBI 証券と楽天証券が一番おすすめなんですが、他にもいろいろな証券会社でメリットがあります。最近紹介したものですと、 LINE 証券もおすすめです。 LINE 証券のメリットは3つありまして、1つ目は、口座開設してクイズに答えるだけでタダで株が3つも最大もらえてしまうという点です。2つ目は、毎月やっている 7% オフのセールで株を 7% も安く買えるので、そこでもう利益が確定してしまうという点です。3つ目は、 LINE 証券ですと国内株を1株から購入できますので、気軽に株式投資を始められるという点です。 LINE 証券も概要欄に口座開設 URL を載せておきますので、ぜひそちらから始めてタダで株をゲットしてしまいましょう。また以前挙げた月5万円稼ぐ方法という動画がすごく人気です。こちらはポイ活サイトのモッピーを紹介したものになっています。モッピーを頑張れば月5万円のポイントや、頑張れば年間100万円ぐらいのポイントを稼ぐこともできますので、ぜひ副業の一つとしてチャレンジしてみてください。視聴者様から何万円も稼げたよっていうお声もたくさんいただけました。またもう一つ、今一番稼げるポイントサイトとしてハピタスも紹介させていただきました。ハピタスはお買い物が多い方には一番使いやすいポイ活サイトとなっておりますので、ぜひモッピーとハピタス併用して使うのがいいかなと思います。
ます。こちらも概要欄に紹介コード付きの URL を載せておきますので、ぜひそちらから始めてください。こちらから始めると、モッピーで追加で2000ポイント、ハピタスで追加で1000ポイントを条件達成で獲得することができます。この URL から始めないと、この紹介ポイントがもらえませんので、ご注意ください。アプリやネット検索から始めてしまうと対象外となってしまいますので、ご注意ください。必ず概要欄の紹介コード付き URL から始めてください。この URL から始めれば、特に紹介コードを入力する必要とかありませんので、ご安心ください。また、普段私がお家で使っているものをどこで売ってるんですかってもうよく聞かれます。そちらはですね、概要欄の私が購入したものというところからですね、私の楽天ルームに飛んでいただくと、私普段楽天でお買い物してますので、どんなものを買ってるかっていうのを全部見ることができます。なので、私のルームツアーなので気になったものはぜひそちらからチェックしていただければと思います。また、私が最近ハマっているのが、オーディブルというオーディオブックのサービスです。こちらは最初の30日無料、その後も月1500円でベストセラーが聞き放題という神サービスになっています。もう私、このサービスがすごく気に入ったので、今年1年はね、徹底的に推していこうと思っています。もう本当ね、普段は読書がすごく苦手で、月1冊も読めなくてすごくコンプレックスだったんですよ。でもこのオーディブルが聞き放題になってから、本当にね、月7冊ぐらい本を聞くことができるようになって、すごくですね、インプットがたくさんできるようになったので満足しています。日本人はね、なかなか読書しないっていうので問題にもなっていますので、読書が苦手だよっていう方は、このオーディブル月1500円で聞き放題になっていますので、ぜひこちらも概要欄に URL を載せておきますので、最初の30日無料ですからね、始めていただければと思います。一部聞き放題対象外の本もあるんですけど、かなりのベストセラーが聞き放題になっているので、このサービスね、神すぎるんですけど、いつまで続くかわからないので、早めにね、どんどんね、使ってもらうのがいいかと思います。また、私はブログや Twitter の方でも発信しております。ブログでは YouTube で上げた内容をさらに詳しく深掘りしておりますので、ぜひそちらも概要欄からチェックしていただければと思います。本日は以上になります。この動画がいいなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録をすると、横にベルマークの表示が出ますので、そちらをオンにしていただくとですね、私がコミュニティ欄でアンケートや交流会の案内を行った際に通知が行きますので、ぜひそちらのベルマークもオンにしていただければと思います。それでは本日の動画は以上です。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。